はい、おはようございます。ゆりゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、2022年9月の18日、時刻はだいたい15時ぐらいですかね。台風14号がですね、接近中に伴い、雨風がね、だいぶ激しくなってきました。で、今ですね、ちょっと雨風ともにですね、止んだので、家臣とね、力と、糞尿だけのね、軽めのね、散歩をねしています。っていうのがですね、これに対してですね、いろんなね、ご意見あるかと思いますね。そういう日はね、やめておいた方がいいとかね、そういったご意見あるとは思うんですけれど、うちはですね、家臣力ともに、あとアスカもその傾向あるんですけど、自分のテリトリー内で糞尿としませんので、こうしてですね、1日2回、アスカが来てからは3回ね、散歩をね、しています。で、今回はですね、本日は2回目ということで、で、アスカのことを考えると、あと1回ね、夜にした方がいいのかなというふうにね、思っております。ね、で、僕もね、それなりに山は知っている方ですので、どのね、山がね、危ないかね、っていうのはね、自分なりにね、分かっているつもりですので、その辺ね、考えてね、散歩の方やってるんですけど、といってもね、このね、チャンネルご覧になられてる方ね、思ってると思うんですよ。いや、いつもと同じコースやんかと。ね、はい、いつもと同じコースが一番ね、安全なコースだったりします、ね。ですので、安心してね、散歩の方できるんですけど、この風切り音、ね、マイク入ってますかね。一応、モフモフ付きのですね、ピンマイクで今ね、動画撮影してるんですけど、風切り音ね、入っていたらすいません。それぐらい風がね、強いんで、ちなみに、ため池はこんな感じですね。そうないでしょ。そうないんですよ。風の割にそうないんですよ。なんかよくね、ニュースとかで川をね、見に行ったら危ないとかね、言うんですけど、もちろんね、それは正しいと思うんですけど、それはね、ケースバイケースということでね、僕はそういうのはね、ちゃんと安全をね、考えて、ね、僕だけじゃありませんからね、家臣力ね、共に今いますからね、こうやってね、リードつないでる状態でね、もしね、川なんかに落ち込むと、僕だけではないのでね、家臣力共にね、道連れみたいな形になりますので、そういったね、無茶なことはね、しませんね。いやー、それにしても今回のですね、台風14号、日本列島縦断ということで、全国各地にですね、多大な、甚大なね、被害を及ぼしそうな感じがします。で、我が家はですね、なんていうんですかね、一応、城とは言えない、砦ぐらいのね、小さな、一応一軒家なんですけれど、僕が、この、家の土地を、選んだときに、二度、土地をね、見に行きました。で、その二度っていうのは、悪天候の時ですね。家臣渡れるんか、これ。もう道がなくなるよ。道がなくなる。行ける？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 ああ、行ける？行ける？行ける？おー、よかった。ね。悪天候の時ですね。もう本当大雨の時に、見に来ました。で、浸水とかね、しそうにない、ね、のをきちんと確認して、で、あとは、こう、溢れた時のね、水の流れとかですね、そういうのもですね、きちんと調査して、で、そういうのっていうのはですね、土地のね、所有者、大家さんは、都合の悪いことってあれですけどね、そういうのは、なかなかね、口にしませんので、実際自分が調べてね、で、ここは間違いないなと。うちよりもね、もうちょっと下のところは、用水路が溢れると、庭にね、土砂が流れ込むというね、
ところあるんですけど、まあ、そういうのを、ね、事前に調査しているので、まあ、うちの家とあとはここの、ね、散歩コース、ね、これは、ね、安全が確保されております、ね。まあ、ですので、ね、少しも話、ね、それますけれど、ちょっと、ね、余談になりますけれど、まあ、登山とか、ね、されてあって、で急な、ね、天候不順に見舞われたと、まあ、そういったことの、ね、まあ、ない時にですね、まあ、登山を選ぶべきなんでしょうけれども、万が一ね、そういった、ね、状況に、ね、なった時、山っていうのはですね、風を防げるところ、ね、必ずありますので、そこにですね、避難して、で、まあ、じっとね、やり過ごすというのをね、お勧めしますね。変にね、怖いから怖いからっつってね、歩き回るのも良くないし、だからといってね、その状況をね、厳しい状況をね、打破せずにね、そのままじっとね、しておくっていうのもね、危ないし、ね、その辺のね、まあ、判断ね、難しいところではあるわけなんですけど、まあ一つね、参考にならない参考にしていただければと思いますね。で、あとですね、うちの家臣ね、リキ、そしてアスカのね、住むアジトなんですけど、今現在ね、2022年9月18日、15時現在ですね、家臣リキ、アスカともにですね、アジトにてね、このね台風を迎えています。で、アスカをですね迎えるにあたって、実はタープをね、張りました。それまではですね、家臣リキの時まではですね、実はタープなかったんですね。まあ、よくそれでね、この夏ね、特に暑かったんですけど、やり過ごせたなと思っていますけどね。で、そのタープなんですけど、がっちりね、固定していて、で前回の台風の時は、まあ、特に問題なかったんですけど、まあ、今回もね、いけるかなと思ってたんですけど、さすがにね、ちょっとやばかったんで、タープの、布の部分だけ取りました。骨組みさえなればですね、風を受けることはありませんので、骨組みがね、まあ、壊れることっていうのは、まあ、ほぼほぼないとは思うんですけど、まあね、いくらね、がっちり固定しているとはいえ、タープがね、まあ、持っていかれると、タープ自体もですね、結構バッチリね、固定してありますので、それごと、要は、アジトごと持っていかれると、ね、この家臣力アスカはもちろんなんですけれど、まあ、ご近所の方にもですね、まあ、迷惑がかかりますので、さすがにねタープね外しました。まあそれでですね、まあ、家臣力アスカね濡れてしまうかもしれませんけれど、雨がじゃんじゃん降ってる中、アスカは自分の意思で自分の意思でですからね、というのが彼女はね家臣とか力のね家の中に入ることできますからね、自分の意思で雨に濡れてましたからね。水も滴るいい女ということで。まあそんな感じでですね、今のね、この状況をね、皆さんにお伝えしました。皆さんもですね、どうか、不要不急のね、外出等ないように、まあ散歩してるお前がいいなっていうかもしれませんけれど、ね、安全にね、やり過ごして、またね、この YouTube を通して皆さんとね、お会いできたらと思います。本日もご視聴していただきありがとうございました。ではまた。